MLB ガーディアンズ98カブス、日本時間13日、オハイオ州クリーブランド、プログレッシブフィールド。カブスの今永翔太、30、が敵地でのガーディアンズ戦に今季22度目の先発。5回、81球を投げて、被安打7、2本塁打、脱三振3、四死球1、失点7、自責点3、で防御率は 3.16。今季3敗目、2桁勝利はお預けとなった、ダブルクォート。3番、ライト、で出場した鈴木誠也、29、は4打数2安打1打点で打率は、269。チームは同点に追いつくも8回に勝ち越されて連勝は4でストップした。ア・リーグ中地区首位のガーディアンズと初対戦となった今へ、カブスは4連勝中でワイルドカード争いの3位ブレーブスまで3ゲーム差の7位。2桁勝利に王手をかけている今永は1回、ア・リーグ首位打者争い3位の1番、S。クワン、26、をストレートで差し込みショートフライ、2番、L。トーマス、28、はスプリットで空振り三振と1回はわずか10球で抑えた。3回、カブスはこの日、30歳の誕生日を迎えた1番、1。ハップ、30、が20号ツーランホームラン、今永に先制点をプレゼントした。その裏、今永は西から9番、A。エッジズ、31、にこの試合初となるヒットをレフト線に打たれたが、レフトのハップが二塁へ好送球、ヘッジズはタッチアウト。誕生日のハップが大活躍で今永を救った。3対0とリードした4回、今永は先頭打者に四球を許すと、サードのエラーで走者をためて2死1、2塁のピンチ。5番、J。ネーラー、26、はカウント1、2と追い込むと、4球目、真ん中低めに絶妙なコントロールのスプリット、これがボールの判定。ゾーンにかすっていたが厳しい判定となった。すると7球目のスイーパーをライト前へ運ばれ、1点を失った。さらに J、ノエル、23、にはスプリットをすくい上げられてレフトスタンドへ痛恨のスリーランを被弾。3対4と逆転を許してしまった。5回には1死からヒットを許すと、1番、クワンには今永の得意球、高めのストレートにうまくバットをかぶせられてライトスタンドへツーランホームラン。3番、J、ラミレス、31、にはヒット、さらに盗塁を許すと、4番、D、フライ、28、にはレフト線へタイムリー、今永は7失点目を喫した。今永は5回で降板、81球を投げて、被安打7、2本塁打、脱三振3。四死球1、失点7、自責点3、で防御率は 3.16 となった。ゾーンをかすめるボールも厳しい判定に泣かされ、2桁勝利はお預けとなった。それでもチームは7回に4点を奪い、さらに8回、1死2、3塁で3番、鈴木がセンターへ犠牲フライ。8対8の同点に追いつき、今永の負けを消した。しかし、8回、